チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのコーデ、あっちゃんファッションショーの時間です。はい。ということで今日ちょっとねお出かけするんだけども、今日はね子供とお出かけするので、あっちゃんのコーデです。はい。この前買ってきたニットワンピ、こんな感じです。これでお出かけしていきます。はい。でこれちょっとね、思ったより寒かったんだから、上ね、これ羽織ろうかなと思って。こんな感じでお出かけしていきます。まだね、そのまだちょっと秋冬コーデには違うかっちゅって、夏、まあ夏っていうか、まあこのニット、こうニットワンピやねんけども、ちょっと肌寒いだからね、まあ上ちょっとね、ほんま薄地の白いの1枚羽織るだけで感じ違うかなって。で袖がね、ちょっとね、ニットワンピの方が長いの、こんな感じで。もまあね、こう袖先から茶色いのが出ててもそれはそれで可愛いかなと、あっちゃん的には OK じゃないのかなと思ってんね。ちょっとこれぐらいに羽織っといたらいいかなと思って、こんな感じ。いかがでしょうか。はい。おかしいかな。おかしいかなって、みんながおかしいよってコメントくれても、もうこの格好で出ていってます。はい。はい。ということでね、島村で買った、1900円が、ここのね、糸通し、こっち側が外れてるから言って、1600円で買ったニットワンピ。ちょっと薄手なんで、今の季節ちょうどいいかなと思ってんだけどね。またちょっとね、もうちょっと厚手のニットワンピも欲しいなと思ってるあっちゃんでした。また、はい、大人あっちゃんなコーデもこれからやっていきたいと思います。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんのコーデ、よかったよと思ってくれたら高評価を。で、応援コメント。あっちゃんこんな方が似合うよ。いや、それダメだよ。いや、こっち方がいいよ。なんかこんなあったら、教えてくれたら嬉しいです。あっちゃんもね、ちょっとね、大人コーデあんま知らん、これからちょっと大人コーデのあっちゃんもね、いろいろ作っていかなあかんのでね、はい、でやっていこうと思うんで、これからもよろしくお願いします。はい。ということで、こんなあっちゃん、見てくれるよっていう人はチャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。